今日はキャンプ4-3だと思ってたんですけど、この4みたいに行きます。なかなかなタフな荷物です。すげえタフな荷物ですね、カツよしです。で今日はテントを設営します上で、それがまた大変激大変。じゃあ行ってきます。荷物をまたたくさん背負ってますね。ここら辺はそんな別に急でもなんでもないんだけど、ヒドンクレパス、隠れたクレパスがあいつあれスーッと通ってるらしくて、かなりクレパスがこの下にあるみたいです。なんでしっかりとこのロープを張って、万が一落ちた時大丈夫なように登っていきます。このロープがあることで誰かが落ちてもどこかで止まるという、そういう仕組みです。このギャラリーは上の方しか、フィックスロープ、固定ロープがエベレストとかと違ってないんで、この方式で基本は行きます。ずっとこうやってね、はい、よし、今日も多分7時間ぐらい歩き続けます。この亀の歩みで、マジであっち、綺麗だ今日も。あっち、あっち、あっつ。ああ疲れた。あとちょい、あと数かな。今デスポイントまで到着。16時30分あと1時間か1時間半か。 Get some food and water, yeah? Yeah! Sunscreen? Yes! Because, man, up here, you know, really get burned quick. もうちょいでキャンプ2だね、3だ、いや 4? 自分は3だと思ってたんですけど、どうやら4らしい。すげえ綺麗、見てくださいこれ、デナリはやっぱ綺麗だな。うっほー、ちょっとやっぱ北極圏に近いのか南極に近いのかな、見えますかねこれ。多分、山頂はあちらの方真正面で、あっちの方を多分登ってきます。次キャンプ5が上にありますはず。で稜線を通ってアタックってな感じかな。よっしゃ、絶対アタックするぞ。アタックはするか、登頂するぞ。必ず登頂させていただきます。あー綺麗、キャンプに着いた。キャンプ4、キャンプ4すげえ綺麗、やばい激綺麗です。うん、綺麗だ。キャンプ到着、すげえ雲が来た、うわやばい、かっこいい山がめっちゃいっぱいあるし、あそこすごい綺麗な青なんだけど、カツーはちょっとモチベーション不安定なカツーがいます、まあ、とりあえず運ぼうかね、荷物ね。あーめっちゃ綺麗、あんなこと綺麗だ、